grüß Gott, hallo zusammen, Natsuko です。今日は今後の番組運営について皆さんにご報告があります。昨今の世界中で不安になっているコロナ問題を受け、感染拡大防止のため今一人一人の行動が非常に大切になってきていますね。そのためこの番組でも今までは外でロケをして皆さんにご紹介するというスタイルが多かったのですが、今後は外出自粛の中、この番組で皆さんにご紹介できることについて今一度考えてみました。今この世の中が大きく揺れ動いている中、私が今生活の中で感じていることは、改めてこの生活が当たり前ではないということなんですね。医療関係の方々にはもちろん、お店で商品を提供してくださる方、飲食店でテイクアウトを提供してくださる方、皆さん一人一人の協力があって自分自身の生活が成り立っているということをしみじみ感じる毎日です。本当に多くの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。さらにはうちの番組を見ていただいている方、コメント欄に応援メッセージをいただいたり、いいねの評価をいただいたり、それが私にとっては本当に勇気になっています。日頃この番組を見てくださっている皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そこで外出自粛の中、私は皆さんに何ができるのか、何がお役に立てるのかといったところを今一度考えてみました。世の中においては先々の見通しがつかず、就職であったり経営であったり不安を抱えている方多いと思います。というか私自身だってその中のうちの一人です。それでも人々は生きていかなくてはなりません。一人一人の人生がある中、このステイホームの時間を有効に活用する、充実した時間にしていくためにはどのようなことができるかということについて考えてみました。そこでこれからはステイホームの時間を有効活用する、充実する時間にするためにご提案することとして、まず1点目、ドイツ語授業の開始についてです。日頃私は留学会社を運営しているため、ドイツでドイツ語を頑張っている人、今日本でドイツ行きの準備をしている方、いろんな方の相談を受けるんですね。勉強の相談を受けるうちに、実はドイツ語の勉強の仕方、結構コツがあるんですが、それを皆さん知らないでもうコツ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 と勉強している姿があるんです。闇雲に勉強していくよりは、少しずつコツをつかみながら勉強していくことが結構大切だと感じているんですね。さらには日本で勉強していたり、一人で勉強していたりするとモチベーションが下がるという相談もよく受けます。そのためこの授業においては、かなり実践的な講座になるように、10分程度の授業の中でモチベーションが下がらないように単語を覚えたり、あるいはドイツ語の勉強するにあたってこういうことを抑えて勉強するといいよといったコツを伝えながら授業をしていきたいと思っています。10分の授業で、大学でドイツ語を勉強していたり、 NHK で勉強していたり、語学学校で勉強していたり、そういう方々にとってより充実するような授業をしていきたいと思っています。2点目、ドイツの食材で料理をするという番組です。これはちょっと楽しい話ですが、なんといってもこういう中、生活の中の楽しみって食べることになってしまいますよね。まあコロナ太りには気をつけなければなりませんが、食事とっても大切だし、しかも楽しいことです。家の中でいろんな食材を使って簡単で美味しい料理を作るということをご紹介していきたいと思います。特にうちの参加者をはじめ、町なんかではなくて小さな町だったり村に住んでいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。そういう中でドイツの食材を使って和を楽しんだり、ドイツの食材を使ってドイツ料理の簡単料理で楽しむといった、そんな観点で料理のご紹介ができたらいいなと思っています。もちろんデュッセルなど日頃からテイクアウトなどで和を楽しむことができる方は環境に恵まれていて、それはそれでいいんですが、うちの参加者なんかは小さな町に住んでいたりするので、そういう人のためにはドイツの食材を使ってどんな和が作れるかといったところ、ちょっとヒントをご紹介していきたいと思っているんですね。毎日の生活の中での食事はとっても大切だし、お楽しみのうちの一つです。これがちょっとでもお役に立てればいいなと思っています。将来ドイツで旅行する方も、旅の中でちょっと疲れたなと思った時にドイツの食材を使って料理をしてみるっていうことにもお役に立てればいいななんて思っています。そして3点目、これはちょっと真面目な話になるのですが、様々な社会のことについて日本とドイツの共通点、そして相違点について皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。私自身は幼少期にドイツの教育を受け、父の仕事の関係でまた日本に戻り、そして今またドイツで生活をしているんですね。日本の社会とドイツの社会、共通点もありますが相違点もあります。
さまざまな切り口で皆さんと一緒にそんな点について考えてみることができればと思っているんですね。この番組を見ていただいている方、よくコメントいただくのですが、社会問題について、環境問題について、さまざまな観点で興味を持っていらっしゃる方が多くて、私自身とっても感謝しているんです。特にこちらに住んでいると、ドイツの人たちは本当に議論好き、社会問題や国際問題やもうさまざまな観点で議論するのが大好きなんです。もちろん日本の社会にもとっても興味がある人多いんですね。日々そういう人たちと議論をしている中で、今後は社会の問題であったり、教育の問題であったり、労働環境の問題であったり、さまざまな観点で皆さんと一緒に考えていくことができるきっかけになるような動画をご紹介できればいいなというふうに考えています。この話題をしていくにあたって大事なことは、良い悪いという観点ではなくて、共通点や違いがあるという点にちょっと着目してみて、両国それぞれ学ぶことがあればいいのかなという感じでお話をしていきたいと思っているんですね。私からも意見や考えを述べていくとともに、皆さんの考えや意見についてもぜひ聞いてみたいなと思っています。今日はこれからの動画の運営について皆さんにご報告させていただきました。ドイツ語の授業の解説、そしてドイツの食材を使って料理をする、さまざまな社会問題、国際問題について皆さんと一緒に考える話題を提供していく、この3点について動画でご紹介していきたいと思いますので、皆さんどうぞ楽しみにしていてください。それでは、世界の皆さんがステイホームを実行している中、そうは言ってもたまには外でちょっと体を動かすなんていうのも大事だったりしますよね。マスクの着用をしながら、皆さんで感染拡大防止に向けて頑張りながら、それでもストレスをためず皆さん頑張っていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。 Bleib gesund! Bis bald! Tschüss! 皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また次回お会いしましょう。Viel Spaß! Tschüss!